はい、木下さん、はい、今月もよろしくお願いします。お願いします。はい、まずはですね、まあ、前後でもやったんですけど、はい、前後は十勝だったんですが、はい、86BRZ のレースの、いよいよ最終戦の茂木、まあ、実際には第7戦なんですけど、うん、コロナの影響で第8戦の方が先に来ちゃったと。なるほどね。で第7戦が最終戦と。はい、まあ、事実上これが最終戦ですよね。そうですね。もうドライバーって第1戦と最終戦が一番緊張するんですよね。ああ、最終戦も緊張するんですね。緊張しますね。来年のシートも関係してくるし、あ、ポイントランキングも関係してくるし。なるほど、はい、最終戦より前にちょっとなんかそういう部分で落胆してることもあるんですね。もちろんありますよ、ね、そういう時もあるんですね。ありますよね。もう何やってもっていう時もある。もう俺は向いてないんだみたいな、そういう時もあるんですよ。あるよね。はい、そうですか、そうですか、はい、まあ、そういう意味で、うん、なんて言うんでしょう、その調子がいい、うん、調子が悪いっていうのがあるじゃないですか。まあまあ、まあ、調子がないなとか、そうだね、うん、あるよね。でも、僕の経験上、調子がいい悪いっていうのは、うん、物の使い方がうまくできてないっていうところですかね、はい、乗れてる乗れてないは、まあ、塚本さんも経験すると思うんですけど、うん、車が変わったりすると俺結構いけてるじゃんって思う時と、はいはい、車が走ってくれないと、はいはい、俺やっぱりダメなのかなって思う時あるじゃないですか。やっぱそれと一緒ですよ。そうですね、うん、何かのせいにしたくないんですけどそうそうそう、うんうん、だからやっぱりそういうので今シーズンうまくいってないなっていうのは、ちょっとしたこうね、タイヤの選択だったり、エアーやつだったりとか、その車高だったりっていうのがちょっとこう焦点が定まらなくて、これだっていうセッティングが見つからない時によく限ってそういうことが起きてきますよね。 86BRZ レースのプロフェッショナルとかになると、うん、例えばタイヤを開発しなきゃいけないとか、ブレーキを開発しなきゃいけないとか、なんかこうそれぞれこう、そう、抱えてるものがあるじゃないですか。自分の好みの、ブレーキの利きじゃないとかね、はいはい、で好みにしていったらハマっていくとかね、はい、っていうこともあるわけですよ。なるほど。タイヤのエアーツ一つ取っても、うん、多分同じブリヂストン履いてる仲間も、うん、佐々木くんの内圧と他のドライバーの内圧って絶対違うはずなんですよ、うん、当然ダンロップ勢も変わってくると思うんですよね、はい、好みによって、うん、それが好みと性能は話は別なんですよね。なるほど、うん、性能が出せる内圧っていうのと好みとはやっぱり別なので、そこをちょっとこうやっぱり走りやすいんでこっちを選ぶっていう方向にしていった時に結果的にいい場合もあれば、うん、悪い場合もあるから、はい、そこでまあ走れてないなとかっていう話になりがちなんですよね、うん、そこのマッチング性能で。意外な落とし穴って、うん、例えば当てずっぽうに言いますけど、うん、なんか例えばブレーキパッドとかあるんだよね。本当ですか？あるんですよ。特にこの 86BRZ のプロクラスっていうクラスは、うん、タイヤのグリップ力がすごく高いんですよ、うん、ものすごく高くて、はい、ブレーキングがもう極限まで突っ込めるんですよね、うん、で突っ込みすぎたら遅いけど、はい、突っ込まなすぎたらもう極端に遅いんですよ。なんでブレーキパッドの効き具合が一つ変わっただけでタイムにものすごく影響するクラスでもあるんですよ。なるほど、うん、そうすると例えばずっといつも同じものを使ってるつもりでも、なんかそれが、いや、もちろんそう、あのね、なるほど、当然サーキットが変われば、路面ミューもサーキットによってみんな違うわけですよね、はい、だから谷口くんが使ってる例えばプロジェクトミューだったら、うん、プロジェクトミューは他のサーキットではあったけど、うん、意外にモテギではちょっとミスマッチングだったりとか、うん、っていうことも考えられなくもない、うん、それがダンロップとの相性がいいとか、はい、BS との相性がいいとかっていうのも関係してくるんですよ、うん、そう選べる体制を持ってた方がいいってこと。このクラスはそうだと思うよ、まず。ただ選べるようにしておいた方がいいのはメリットは絶対あるんだけど、それだけの、うん、余力、うん、費用的な余力が、なるほど当然そうじゃないですか。なるほど、そうですね、試さなければどっちがいいか分からないわけです、はい、
だその辺のチームにその余力があるんであれば選べた方が絶対有利ですよ。そういうことですね。それがようやく形になったのかなっていうふうには思ってます。やっぱりそう、それでね、うん、これあのまあ予選2位の服部さんの開催映像なんですけど、はい、まあちょっとこれはすごく運転が綺麗だなと思って、うん、そうですね、それでもう本当にブレーキングをドカーンって踏んでるイメージがないんですよね、はい、うん、踏み続けるっていう感じではないので、はい、結構効かせられるブレーキパッドつけてるんじゃないかなっていうのは映像からなんとなく思う。じゃあ、動力が軽くても結構軽くてもそう結構効くから、うん、思いっきり踏まないで短い時間ですっ止めて、はい、シフトダウンしてブレーキをパッと弱めながらハンドル切って入ってくるっていう、もう切り始めからアクセルに足を乗せられるような、はい、セッティングになってるなって思うね。なるほど。でダンロップタイヤってこの時早かったんですよね。早かったんですよ、ね、でもっと言うと、うん、ダンロップタイヤって、まあ、これかなりコアな話なんだけど、タイヤの骨格が結構スクエアって言って平らなんですよ、トレッド面が。なるほど。で、はい、ブリヂストンって割とちょっとラウンド系なんですよね。ちょっと丸くなってる。そうなんですよ、はい、なんで、うん、ブレーキ踏んだ時の性能って、実はダンロップの方が瞬間的にゴンって止められる性能ってダンロップの方が出しやすい、タイヤのそのプロファイルからいくとね、はい、でブリヂストンの場合はラウンドしてるんで、タイヤがボーンってブレーキ踏んだ時に接地面がブワーンと大きくなるまでちょっとタイムラグが起きるんですよ、どうしても。今なんとなく自分の中で漫画を描きましたけどでしょ、うん、だからそこでモテキってものすごくブレーキが重要なサーキットなんで、はいはい、そこでちょっとダンロップが優位に立ったんじゃないかなって勝手な推測ですよ。お、まあ、それもあるのかなみたいな。なるほど、形状形ですねそうそうそう、だからダンロップが有利だったって、うん、谷口くんたちも早かったドライバーがみんなダンロップを選んだっていうね、はい、うん、ところもそこにあるんじゃないかなって勝手な推測を、まあそういうことを推測することもまあ読者のみんなにとっても何かのヒントになってくれれば、そうですね、うん、いいかなと思ってますけどね、うん、はい、あとね、そのなんかシフトチェンジ、あ、そうです ね, ね、なんかさっき、ね、服部選手もすごく丁寧にやってたんですけど、はい、シフトノブの持ち方一つでシフトミスがしやすい持ち方としにくい持ち方がやっぱあるので、はい、特にこの 86BRZ のレースは全開シフトなんですよね。アクセルは全開でクラッチだけ踏む、はいはい、素早いシフトアップ操作ができないとシフトミスし、アップすごいスピードでやるんでシフトミスしやすいんですよ。で握る力だったりとか、はい、その握る方向性、シフトのボール、あれをきっちりその基本通りに操作しないとミスしやすいので、それはルーティンに決めとくとかいう話でもないんですか。じゃないんですけど、はい、シフトアップ 2から3は斜めに上げるので持ち方も斜めに上げられる持ち方にするとか、上から単に握るんではなくて、なるほど、うん、そういうところの気配りもみんな各ドライバー持ってるんですよね。うん、絶対ミスが許されないんですよ。そうですね、あ、入らなかったとか、はい、3から6に入っちゃったとか、なるほど、まあよくありますね。あるでしょ、うん、そういうことがないようにやっぱり気をつける、ね、なるほど。 あと、うん、そのあれです、なんかね、カウンターステアまで行かなかったような。そうですね、服部選手はゼロカウンターでしたね。あ、だからカウンターってしまうとこういうレースの車の LSD っていうのは非常にこうデフの効きが弱いんですよ。タイヤのグリップだけ突出しててデフの効きが弱いので、カウンターを当ててしまうとどうしてもイン側のタイヤがスリップしやすいんですよね。なんでゼロカウンターがベスト、もうあれ以上はない走りなんですよね。ロスがそのやっぱそれに超えちゃうと大きい、もうカウンター逆反になった瞬間からもうロスが始まるので、それが1箇所2箇所あるともうコンマ1秒コンマ2秒差が出てくる世界ですね。だからゼロカウンターで走れてるっていうのがもう曲芸の域ですよね。なるほど、うん、そうか、うん、
あとは何ですか、その木下さん、あのね、服部選手の走りで多く気づいたことがあるっておっしゃってた、あのあの、なんだっけ、シフトダウンの、ああそうそう、ね、あれね、すごい大事なことで、僕もよく使うテクニックなんですけど、あのパワーがない車じゃないですか、はい、なんであのヘアピンとか2速を使うんですよね、うん、で2速を使うときにどうしてもボトムスピードを落としたくないんですよ、はい、でこのレースってタイヤのグリップは高いので、ボトムスピードを、タイヤのボトムスピードを上げるのが重要なんだけど、二速ギアって結構ショートギアだから、うん、ギアに合わせたスピードになりがちなんですよ。なるほど。でクラッチをつないだ瞬間、二速のギアのエンジンブレーキがかかりすぎちゃうと、ボトムが落ちちゃうんですよね。あ、ゴーンってエンジンブレーキがかかるじゃないですか。あれを消すためにヒールアンドをした時の二速に落とした時の回転数っていうのはすごくオーバーぐらいに上げるんですよ。ヒールアンドでバーン、はい、ブーンっていっぱい吹かして二速に落とすと、ボトムをグンと落とす必要もなく、はい、あのスムーズな減速、ブレーキだけに頼る減速ができて、ボトムをドンと落とさなくても済むんですよね。でちょっとそこはアンバランスな性能なんですよね、 BRZ のこのレースっていうのは。だそこを気を使うとタイムが出やすい。ロードスターなんか特にそういうところを気を使って、僕はあのタイムアタックとかしてますね。あ、そうなんですね、うん、ものすごく気を使います。そっか、ロードスターもそのそうなんです、そういうことなんですね。そうなんですよ。塚本さん、今度テクニック使ってみてください。ちょっとやってみます、ええ、はい。で今度ですね、あのさっき青木選手がコメントしてましたけど、うん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 、ほら久しぶりのレースだったじゃないですか、ね、ニュータイヤを練習で2セットタイムアタックだけで使うっていう、ええ、それはやっぱりタイヤの特性を知るっていうのがまず一つのコンセプトですよね、はい、エアーツがどの設定にしたらいいのか、はい、あとどこまでブレーキングポイントを詰めることができるのか、ブレーキを抜いてハンドルを切って、完全に抜いてからハンドルを切った方がいいのか、ブレーキを少し残した方がいい傾向のタイヤなのかっていうのをニューを2セットやって試すわけです。そのどっちが速いかをデータでしっかり見て、それを予選のニュータイヤにシフトしたドライビングをそこに入れるんですよ。みんなやってるはずなんですよ。そうですか。そう、やっぱりユーズドとやっぱ感覚的にもう全然違うから。相当あるもう全然違います。ブレーキングポイントも違う、はい、アクセル踏むタイミングも違う、アクセル踏む方も違う、うんうん、ステアリングのアングルも違うから、ステアリング同じように中古と同じように切っていったら内側に入りすぎちゃうし、はい、うん、それぐらいタイヤの性能ってニューとユーズドでは全く違う性質なんですよ。ライン取りも変わってきちゃう。うん、そうですね、ライン取りも変わってきますよね。コンパクトに走れるのがニュータイヤ、 R がちっちゃいと、ちっちゃく走れる、最短で走れる、はい、うん、無駄がない、うん、だからそういう意味ではきっちり試しておきたいっていうのは当然ありますよね。ぶつけ本番で簡単に出せる世界ではない、ね、ないですね、うん、荷重のかかり方なんていうのも違う、もちろん変わってきますね。変わってくる。それも感覚的にはちゃんと、はい、それで合わせとか、合わせていかないといけない。で特にぶつけ本番でダンロップがいいって話聞いたから、ダンロップ買ってやってみようみたいなノリじゃないですか、はい、だからやっぱりそれにダンロップに合った走り方っていうのも必要になってくるから、そこを感覚的にどうしたらいいかっていうのは模索するために2セットボンボンってやるっていうのはものすごくいいテストだと思いますよね。なるほど、うん、例えばそれで稼げるタイムってどんくらいのものなんですか、うんうん、それ。まあコンマ1秒の世界でしょうね。そうですか、うん、まあもちろんコンマ1秒でしのぎを削ってるわけですから、そうなんですよ、それは有効なのは分かるんですけど、うん、あとは決勝のためにどれだけ負担が少ない走りでタイムが出せる方向性なのかも模索してるはずなんですよ、うんうんうん、タイムが出せても2周目にすごいタイムが落ちてくるんでは、はい、ちょっと厳しいじゃないですかレース的に、はいはい、展開的にも。なんでそこも一番スムーズに走れてタイヤにそんなに負担がかからない方向性のセットアップ、タイヤのないやつっていうのを、うん、まあ検証してるはずなんです。なるほど、うん、私ね、なんかそこまでやったらなんかなんとなく感覚的にはね、もうちょっと上がってる気もするんでしょうね。そうですね。でこの86レースの場合は、そのロガーをしっかり取れて見れるので、はい、アクセルガイド G、はい、ステアリングアングル、うん、
いろんなところを見れて、うん、その走り方一つでタイムにどれだけ影響したかっていうのは見れるわけですよね、はいはい、そこをニュータイヤ2つを走り方変えたものを2つポンポンってやることによってどっちが速かったかも検証できるんですよ、うん、走りやすかったにくかったではなくて数字でどっちが速かったかを選べることができる。ちなみにこれその例えば木下さんもほら何十年前から、ねうんうん、ワンメイクのレースやってましたけど、うんうん、まあ予算にねいっぱい予算があったわけじゃないと思うんですけど、うんうん、その頃はどうなさってたんですか。もう感覚ですよね、うんうんうん、だからこういう時代じゃないから、うん、もうハンドル切らないセッティングは全て早いっていう、はい、セオリーのもとにセッティングとタイヤの使い方っていうのをやってたんですよね、うんうん、新品をいっぱい買うことはなかった。難しいですね。難しい、うん、難しいし、いきなり来たタイヤがなんか昨日の履いたタイヤと随分違うっていうのはもうしょっちゅうでしたよね、うん、ああなるほど、うんうん、特にシビックのワンメイクとかっていうのは、うん、もう練習で使ってたタイヤと、うん、サービスで手に入れたタイヤでは全然スペックが変わってたとかね、うん、パターンが一緒でも、うんはい、メーカーさんは一緒だって言っても、違うことってあるじゃないですか。そうですね、うん、それで乗り方変わっちゃったりとか結構ありましたよね。そうね、うん、だそこをどれだけ合わせられるかっていう、はい、合わせ込みができるか、はい、ないものをねだってもしょうがないから、うん、そこの部分はね、うんうん、セッティングでないものをねだるっていうのはできるけど調整範囲の中では、だからこれのレースの難しいところは好みでセットアップしたのが早いかっていうのはちょっと通用できないしない世界なんですよね、はいはい、そのどっちが早かったかに基づいてドライビングのスタイル、セッティングの方向性、うん、タイヤの内圧の方向性っていうのを決めていくんですよね、うんうん、感覚だけでやるとハマっちゃう可能性はあるよねということですね、うん、あそうか、うん、そうしたらやっぱり火曜日から走るのも分かりますね。 ねえ、ねえ、だからみんなね一生懸命そこを解析してんですよ、うん、どの乗り方とどの内圧と、どこまでリアのトーインをトーアウトにできるかとか、はい、もうこれ以上乗れない、逆にちょっとタイムロスしたなとか、うん、もういろんなことを本当にその細かい微調整の中でどっちが速かったのかの積み重ねなんですよね、うんまあ、ある意味面白い世界でもあるけど嫌な世界でもあるよね。そうですね。いやもう四六時中それ考えてなきゃいけないイメージにね。本当にだから、まあ、ブレーキパッドメーカーも良かれと思ってやってきたことが逆転されちゃったりするわけですよ。タイヤが変わったことによって。ああそうでしょうね。うん、それはタイヤのスペックが変わるとブレーキ足りないって話になっちゃって、今度ブレーキ良くしてタイヤのグリップが足りないとかね。うん。うんうんだからそこ辺の辺をこうマッチングとかが難しい、見極めも難しいと思うし、はい、うん、なるほどね。いやでね今回モテギなんですよ、うん、で上位陣の順位が変動がほぼなかったんですけど、うんうん、ここってやっぱり抜きづらい部分もある。抜きづらいっすよね。木下さんだったらどういう展開で前の車を捉えるんですか。難しいね。難しい。モテギはね裏ストレートのブレーキングですね、ああまずあとは奥のヘアピン、はい、裏ストレートに入る手前のヘアピン、はいはい、ああいうそのちょっとスピードが低いところで仕掛けてくるしかないですよね、はい、あ、うん、でもヘアピンで仕掛けても立ち上がりでこうで並ばれていっちゃう、うん、のもあるし、そこの展開非常に難しいですよね。じゃあ、そっか、まあ、ストップアンドゴーの感覚が多いサーキットですけど、割とそのストップアンドゴーのコーナーでやることが多い。そうですね、はい、アベレージが高いコーナーでは仕掛けられないですよね、あとは仕掛けるよりも相手のミスを誘うような走りをするってことですよね、後ろで、うんうんうん、メンタル的に攻撃していくっていう。そうですね、うん、俺はいつでも行けるよとか、はい、ブレーキは俺のが行けてるよっていうのを見せるわけです、はい、そうすると前のドライバーがちょっと焦り始めてシフトが荒くなったり、ちょっとしたシフトミスで加速が鈍ったところで横に並ぶとか、はい、そうですね、はい、
本当です、ね、そういう世界ですから、はい、だけど、うん、もうそれが嫌だったらポール取ってああやって逃げるしかないですよね。ああ逃げやすくあるわけですね逆に言うともう邪魔されないですから、もう自分の世界で一生懸命走れば逃げ切る可能性があるわけですから、ポール取れば。なるほど、うん、もう頭狙うしかないですよ、うん、もうみんなそう思ってると思うんだけど、じゃあそういう意味で、まあ例えば佐々木選手だったり、やっぱ10番手ぐらいからのスタートだとやっぱ暗い顔になっちゃうわけですね。なっちゃうね、うん、展開が読めないからね、はい、そのぐらいの順位になってくると。なるほど、スタートで一気に3台抜くなんてできないからね。そうですよ、みんなギリギリのブレーキングするわけですから。はいはいはいそりゃそうですね、うん、うんうんうん、だからこそ細かいセッティングをして、人よりも 0.01 秒でもマージンのある走りができるアイテムだったり、セッティングを探したり乗り方を検証したりするわけですよね。そっか、もう当日苦しまないために。そうなんですよね。だ今回勝ったドライバーも、はい、坪井選手も他のサーキット行ったらわからないわけです、うん、これね、うん、そうですね。